ではその辺もふんだんに盛り込んでお送りしてまいりましょう。今日のハイライトです。今日は寺原と成瀬が先発。初回の攻撃、両チームともにチャンスがありました。ロッテはワンアウト二塁、井口ファーストファールフライ、井出もよく掴んでいます。ホワイトセルはセカンドゴロ、得点圏ランナーを背負った寺原踏ん張りました。1回の裏ワンアウト二塁、こちらも得点圏のランナー、成瀬を攻める。後藤のライトフライ、スケールズは三塁に進んでいきました。井出穂は見逃しの三振でした。2回の表、ツーアウトランナーなしからサブローのピッチャーゴロが寺原の右足を襲いました。ちょっと痛そうな素振り見せましたが大丈夫でした。3回の裏ツーアウト二塁、スケールズ先制だ。この送球間に二塁に行ったのも大きいですね。そうですね、これでね、次の1点呼びましたからね。そうですね、そこで後藤です。スケールズは三塁回ってホームに帰ってきました。2点目です、2対0。4回の表、今江の通算1000本安打はセカンド後藤の前で大きく弾むライトへのヒットでした。通算1000本安打達成、今江です。4回の裏竹原、この辺りがホームランになります。よく伸びましたね、本当ですね、よくすくい上げましたね。竹原3号ソロ、3対0。5回表、寺原踏ん張るかというシーン、2アウト1塁3塁で井口、ここですね。あ、文句なしですね、はい、最後のボールじゃないですかね。5回の裏2アウト1塁で後藤、成瀬からライトへツーランホームラン。距離先って言いますけど、はい、芯に近いですよね、あれは。そうですよね、5対0です。6回の表ワンアウト三塁、今江です。このセンターフライ犠牲フライになりました。1点返したロッテ、5対1、4点差。7回表ツーアウトランナー一塁二塁、寺原マウンド降りて2番手中山です。ここは頑張ってホワイトセルから三振を取りました。7回の裏ツーアウト二塁、スケールズ今度は右中間突破、タイムリースリーベースヒット、3安打猛打賞。8回表ツーアウト二塁、ウィンチェが田中を抑えます。しかし9回粘るロッテ、ツーアウト一塁二塁、今日はチャンスに凡退しています3番の井口、甲斐田からセンター前にタイムリーヒット。青木のも素晴らしい走塁でした。そして4番のホワイトセル、岸田からタイムリーヒット、2点返して6対3、オリックスリードは3点。岸田対今江、これで試合終了。本番のゲーム6対3でオリックスがこの3連戦の初戦、ロッテを下しています。